こんにちは。さて今日はスピリットボイスを図解でご紹介してまいります。ホワイトボードをご覧ください。まずはここに座っているとします。そしてここに思考というか考えるところがあるとして、これをですね、俯瞰に持っていきます。俯瞰ってどこかと言いますと、ピョーンってここに飛び出るわけですね。ピョーンって、でいつもはここに目があるんですが、その目がここにつく感じ、上から見るんですね。でここでもしもなんか文章を読んでるんだったら、ここで一生懸命ゴーッと読んでると、キュッて意識が固まって、ちょっとこのちっちゃい範囲でいささか一生懸命やんなきゃモードになって、がんじがらめになりやすくなるんですね。それがですね、この上の目から見ると、こう見る中の一部っていう感じで、こっから見ることによってとっても落ち着いて読むことができます。でこの辺にはですね、いろいろとネガティブが渦巻いてるわけです。この辺にニョ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 、どんなことかというと、うまくできるかなとか、間違えたらかっこ悪いなですとか、ああみんなが見ているですとか、ああどうしようなんていうような、今までの過去の経験のネガティブな失敗なんかがよぎるわけですね、ガーッと。でその辺がこれにうにゅうにゅってありますんで、でここから出る声というのが、このネガティブにやられちゃうわけです。ネガティブっていうのがどんなものかというと、思い浮かべるだけで体が緊張したり、喉に力が入ってしまったり、顔がこわばったりしますね。ですからここを通って声が出るということは、そのいらない緊張、声がなんかもともとの声にそのいらない緊張がくっついて前に出ていくというような感じになります。だから録音した声ってなんか嫌ですね。あ、なんか聞いててもう聞くことできないって思うんですが、それはなぜかというと、そういった緊張がくっついちゃった声が届いて録音されているからなんです。でその緊張がなくなりさえすれば、実はめっちゃくちゃいい声なんですね。でその声がここからだと出るわけです。ということで、ここからこういくんじゃなくって、ここまで意識を持っていってから話をするといい声が出ます。ここはネガティブ。でも、ここにはネガティブは入り込みません。これはこれから練習していくと、お、本当や、ポジティブしかないというのをご自身でも体験できると思います。で、ここからなんですけども、実はですね、ここの場所が司令部になります。司令部です。じゃあ、ここは何？操り人形という感じで、ここに司令部があって、その指令を受けてこの、私、体の私が動くということなんですね。ですからできれば全てここにお任せしちゃって、自分はその通りに動きますというようなイメージにするととてもうまくいくと思います。でここにいるとこのネガティブにやられやすいからですということですね。で、ですね、ここに背骨があります。なので、この司令部の下にも背骨を作って、自分自身の本体はここからこっちにガシャンって移動するような、そんなイメージです。ここに、司令部の本体があって、で、自分はさっきも言いましたが、操り人形状態で自由に動くというような考え方がいいかなと思います。これがスピリットボイスの考え方なんですね。で、スピリットボイスは声を中心にやっていくんですが、実はあり方を声によって、だんだん自分のものにしていくというのが大きな目的です。ですから、ここにあったものをこっちにお引越ししていくようなイメージです。でここからお引っ越しするのに、やっぱりこっちの方が慣れてますん でそこから変わっていくというのに、ああどうだったかなとか、やっぱり向こうに行けないっていうようなことがありますから、これを少しずつトレーニングしていきます。そしてですね、この辺を
なんか自分の自己中心な感じのプライベート、読めない。中いっぱい字ですね。自己中心な感じのプライベートゾーン、なんか自分がやらなきゃー、頑張ってきゃーっていうこのちっちゃい世界ですが、こっちはポーンと出てきて、まあ、こっちの世界はパブリックゾーンと、こちらもこちらも私が勝手に呼んでいます。こっちは自分の自己中心的な世界なんですが、こちらは人に伝えるための声、話し方ができるところです。だから、人のこともよーく見て、まあ、自分もその中の一人というような大きな視野で話をしたり、行動できたりするんですね。そうすると、こことは違った自分が現れてきます。それを楽しみにこれから勉強していきましょうね。